どうも皆さんこんにちは、ビーチクボーイズです。今日も今日とてマムの依頼により名探偵コナンの解説をしていきたいと思います。今回のテーマはズバリ最強の劇場版犯人決定戦です。米花町に生まれたからには誰でも一生のうち一度は夢見る地上最強の犯人、これを今回誰が最強最悪の犯人なのかを決めようじゃないかということです。じゃあこことここ試合決定で。では改めて今回のブレイキングコナン最強犯人決定戦のルールをお話しさせていただきます。これから話す項目を10点満点のポイント制にし、合計ポイントが一番高い犯人が地上最強の犯人となるわけです。一つ目は動機度。犯人といえば動機、これが身勝手でクソな動機であればあるほどポイントが高いです。二つ目はキル数、何人の犠牲者を巻き込んだかでポイントが高くなります。3つ目は隠蔽度。自分が犯した罪を償うのではなく隠蔽する人なんて論外ですよね。ここのトリックが用意周到であれば周到であるほど凶悪度は高くなります。4つ目は凶悪度。こちらは被害者に対してどのような攻撃方法で殺害したかによる項目です。凶器が殺意マシマシであればあるほどポイントは高いです。5つ目は表現度。バレる前とバレた後の表現ぶりがすごければすごいほど評価ポイントは高いです。この項目から上位10位の強者をランク付けしたので10位からご紹介していきましょう。では第10位、記念すべき劇場版1人目の犯人、22点、名探偵コナン時計仕掛けの摩天楼のゲストキャラ。主な犯行内容は放火、多数の施設や物を爆破、過去に手掛けた完璧なシンメトリーにならなかった建築物の存在が嫌だったからという自分勝手すぎる動機となります。逮捕時にも爆弾をちらつかせる悪役ムーブをかますもコナンによって阻止され、あっさり逮捕。ただでは捕まらないとランを巻き込む罠を仕掛けるが、ランの新一との赤い糸を切りたくないという想像の斜め上の乙女力の前に敗北したお茶目な犯人です。第9位、コロニー落としの男、25点、名探偵コナンゼロの執行人登場するゲストキャラ。協力者が自殺した原因が公安警察にあると思い込み、地球に帰ってくる探査機を落として公安を吹き飛ばすというまさにガンダムのコロニー落としみたいなことを本気でやろうとする男。いくら復讐のためとはいえ考えることがクレイジーですね。ただ復讐という動機、民間人をできるだけ巻き込まないよう立ち回るなど多少良心はあるので評価点は低めです。第8位、身勝手の極意な女、30点、名探偵コナン豪華のひまわりに登場するゲストキャラ。贋作のひまわりが本物のひまわりと並ぶのが嫌すぎてという動機がよくわからない身勝手すぎる犯人です。飛行機や美術館ごとひまわりを葬り去ろうとする執念は狂態に値するこだわり派。しかし殺人は起こしてないので6位となりました。第7位、作中屈指のキリングマシーン、32点、名探偵コナン漆黒のチェイサーに登場するゲストキャラ。全国各地で7人も殺害し、しかも復讐の原因となった妹の死は本人の勘違いだと分かってなお犯行に及び、必要な偽装工作で妹の恋人に罪をかぶせて自殺しようとするなど殺意がてんこ盛りの犯罪者。しかし動機が妹の復讐でもあるので他のキャラと比べたらマシに思えてしまいます。第6位、ザ・表現男、34点、名探偵コナン瞳の中の暗殺者に登場するゲストキャラ。殺人の動機が下界人生を終わらした相手の復讐、再捜査をしようとした警察たちの始末、犯行時に顔を見られたといった典型的な犯人。逆に典型的すぎて他の犯人と比べるとあんまり目立ってなかった人です。ただ顔が表現しすぎているのが高ポイント。第5位、思想がヤバすぎる男、35点、名探偵コナン根性のフィストに登場するゲストキャラ。海賊たちや予備警察の理事など他にも犯人と呼べる人物は複数いますが、元凶はこいつです。シンガポールを一度破壊してもう一度作り直すという魔王的発想を持ちます。頭も良いですが爪は甘かったようで、結局海賊たちには裏切られ理事にも殺されかけました。第4位、ラスプーチン大好き女、39点、劇場版名探偵コナン世紀末の魔術師のゲストキャラクター。その正体は国際指名手配スコーピオン、あのラスプーチンの子孫とされ、ロマノフ王朝の財宝はかつてロシアを支配した彼、
ひいては自分のものと考えるようになり、それらを奪うために次々に強盗殺人を繰り返す殺人鬼。ラスプーチンへの思い入れは非常に強く、殺人を行う際には彼の死体と同じように相手の右目を銃で撃ち抜き、さらに彼を少しでも悪く言ったというだけで殺そうとするやべえ人。表現度、隠蔽度はそこまで高くありませんが、ラスプーチンをバカにした人を襲うという動機、そして右目を狙うという凶悪さで見事4位にランクイン。第3位、義経になりたかった男、40点。劇場版名探偵コナン迷宮のクロスロードに登場する犯人、盗品の独占をするために他メンバー6人を次々と殺害する凶悪性もあり、さらに犯行動機を語る際に言い放った、俺はもともと弁慶より義経が好きやった、義経になりたかったんやというセリフがよく理解できず、劇場版で最も意味不明な動機としてネタにされることが多い人物です。殺人の動機としては純粋に盗品を独占しようとする身勝手な考えであり、バレた後の表現具合もとんでもないです。もうスーパーサイヤ人ですね。第2位、犯罪のバーゲンセール男、44点。借金返済のために宝石店で強盗殺人を行い、その宝石を隠すために向かっていた先で飲酒運転でひき逃げ事件を起こし、その目撃者の口封じも目論みます。ひき逃げの件で一度自首しますが、シャバに出て宝石を回収するためにダムやら地下鉄やら首都高やらも爆破、ついでに殺人も犯すという、もはや犯罪のバーゲンセールみたいな犯人。動機は金欲しさというもので、自分勝手極まりないもので、とにかく改心しようとする意思がなく、やること一つ一つが迷惑極まりないクズ中のクズですね。第1位、ハロウィンの花嫁の謎の仮面、50点満点。もう圧倒的にやべえ犯人はこいつですね。劇場版名探偵コナン、ハロウィンの花嫁のネタバレとなりますので極力抑え気味で話しますが、自分を目撃したという理由だけで多くの罪のない人々、果ては子供まで容赦なく殺そうとします。つまり殺人動機は、自分の正体を知った人は一人残さず生かさないです。自分の正体を知っている人全員を渋谷に集めて街ごと一つ消そうとするという、黒の組織に負けずとも劣らぬ悪辣さ、非道さを見せつけており、こと悪質さについては段違いです。動機、表現度、凶悪度、キル数、隠蔽度、全項目文句なしの満点ですね。ブレイキングコナン、いかがだったでしょうか。今後いろんなテーマでもやっていこうと思いますので、やってほしいテーマがあればどしどしコメントください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。